ンボボディ、これいわゆる。そうですね、はい、ジャンボボディですね。これが一番あれですか？一番大きいタイプになりますね。僕の世代にはこれが一番フィットしてるわけ。やっぱでもすごいな。もっとアコースティック寄りになりますね。当たり前ですけど、鳴りが増える。これライン出てますよね。今これ出てていいんですよね。さっき言ったように材が張られてますからね。なんかやっぱりこっちの方がよりアコースティック感ありますね。そうですね。音もちょっときらびやかな感じになるかなと思います。結構早く聴いてもちゃんと追従してきますよね。はいはい。大体これ何やってるか分かんなくなるっていうかね、早く弾いても。そうそう。そう、ここら辺ここら辺、この一弦がすごいしっかり出る。ローもしっかり出るんだけど、大体ここがパツパツってしてくる。はい。こういうプレイとかするとフルピッキングだとついてくるんだけど、こうやってエコノミーとか使うとやっぱりついてこなかったりするんですけど、このギターしっかり聞こえる。これ黒田さんが普段お仕事でやってるような、その大音量のバンド編成とかでも、あ、全然全然、かなり、むしろいいんじゃないですか。そうな、全然使えると思いますよ。そのカーボンで耐久性がいいとか、そういうことも含めて、割とこうツアーライブ機材としても、う、ね、もう完全に夏フェスはこれじゃないですか。いいですね。このピッチの良さすごくないですか。こんなアルペジオ絶対普通のアコギじゃね、重ねられないですから。こういうアルペジオをエレキと全くユニゾンして重ねたり、はいはい、そういう奏法もね、このギターならではだと思うんですよ。ハーモニクスもすごいよく出ますね。